さん、こんにちは。私たちは見逃さない君たちへです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では簡単に自己紹介とグループの紹介をさせていただきます。私たちは AKB48 グループの劇場公演のコピーをすることを主に活動してまして、ユビドルの恩人とか現役の子とかたくさんメンバーが一緒に頑張って活動してくれてます。今日はこの3人で頑張っていきます。では最初にじゃあ自己紹介私からさせていただきます。はい、前田敦子さんが大好きなダンダンです。よろしくお願いします。はい、今回見逃さないに初めて出演させていただくことになりました、元の音楽学院の日向作です。よろしくお願いします。日向作。はい、見逃さないも3回目、ひなさくとおたまと一緒に活動してました、まめです。よろしくお願いします。まめちゃん。まめ。はい。ということでですね、どうしますか？もう次の曲に行きますか？そうですね。じゃあちょっとだけ、ひなさくさんの、紹介というか、今日、今回から、見逃さない加わってくれることになりまして、で、本当は、なんか、私が1回生の時に、ずっと先輩だと思ってたんですけど、まさかの同回生っていうことが発覚して、なんかこれを機に、ちょっと距離をね、縮められたらいいなって、すごく個人的には思ってます。はい、よろしくお願いします。ぜひ。もう仲いいんですけどね、これ。じゃあ、次の曲行ってみましょう。ね、ユニットコーナーよね。そうですね。そうですね。はい。I'm not afraid to die.
皆さん、ユニットとソロコーナーいかがでしたか？はい、ありがとうございます。あ、今日、じゃあユニットの話します。自分のソロ曲、今まで選んださあ、行きましょう。どうでしょう。じゃあ、まず、まみさんから。はい、でですね、今回、このユニットコーナーで、隣のバナナと、あと、ユリイカやらせていただいたんですけど、ユリイカはね、最近マメのステージ見てくれてはる人は、最近めっちゃやってんなって思ってると思うから、わかると思うんですけど、ユリイカはイントロ流れた瞬間の、このフロアで、わーってなってる顔が見たいがために、今年の夏は、ユリイカの夏にしようって勝手に決めて、この夏ユリイカやりまくってて、まあ、それは置いといてですね、バナナをね、ダンちゃんからしようって言って、やりませんかって言ってくれて、なんか、今後ね、私この見逃さないとか、ダンちゃんと一緒にいるときに、ひたすら私のイニシエのオタクの話が出てくると思うんですけど、今回のバナナは、私がずっとユニバルを始めたときに、オタクをしていた先輩チームが、ずっとイベントでやりまくってた曲で、めっちゃ可愛い、めっちゃやりたいってずっと思ってたんですけど、まあ、基本的に、まあ、活動が見ての通りソロじゃないですか。ってなると、一人だとまあ、どう頑張ってもできなくって、で、ずっとやる機会がなかったんですけど、今回、ちょっと誘ってもらって、もう舞い上がる気持ちでバナナをやりました。これも成仏客だったので、成仏に一歩近づきました。ありがとうございまーす。さんの人なんか派手な可愛い系の曲がすごく似合うなって私的には思うので、あのバナナやりたいなってのずっと密かに思ってたんで、今回こういう機会ができてよかったなって思ってます。ありがとうございます。幸せ。はい、じゃあひなたくさんどうでしょう。はい、私ワルキーを先ほど踊らせていただいたんですけど、多分ユニドルを、ユニドルでその音の葉の時に見てくれてた方だったらわかると思うんですけど、結構音の葉のメンバーワルキーをなんかね、順番にやってた。やってた。他2人やってなかったけど、やってる子たちはいっぱいいた。そうって、でなんか、いやでも、いや、そこもやるやんみたいな、よく言われててんけど、いや恥ずかしいわ、みたいな。そう、一番音の葉のメンバーで似合いそうやし、だからメンバー結構ずっと激プッシュしてたのに、一回もやってくれなくて、現役の時。やっとね。そう、やらんかったんですけど、なんか、マメとまた一緒で踊ったりとか、ダンナンちゃんと、まさかダンナンちゃんと一緒に踊れる機会が来ると思ってなくて、なんかこんな特別な日やから、ちょっと挑戦してみようかなってことで、選ばせていただきました。いやー、ありがとうすぎる。幸せ。なんか、ランナーちゃんも、なんか、すごい、ひなさくさんの、それ、その、楽しみです、みたいな、LINE とか、グループ LINE で、そういうのを見返したり。ひなさくさんは、なんかもう、ピンクの子役負けとか、可愛いのがすごく似合うなって思ってたので、なんか、こういう見逃さないっていう、AKB の、こう、専用じゃないけど、AKB のコピー集団を、こう、ずっと続けていくことによって、こういう場ができたのもすごく嬉しいなって思ってます。個人的には、ハート型ウイルスが見たいです。それも言ってくれる。そう、実は今回、このイベントハート型ウイルスやろうと思ってたんですよね。そうね。なんですけど、スタンドマイク2本しかないということで、ちょ、無理やん、タンバリンかけられへんやんってなって、急遽曲を書いた結果ね、ワルキーを見れたっていう、ただごたかな、みたいな回ですね。ありがとうございます。嬉しい。じゃあ最後。あの、君は僕だって前田敦子さんのセカンドソロシングルをやらせていただきました。今回あんまり振りとかはないんですけど、もう、あっちゃんがずっとテレビでソロでやってたのを私は2011年からずっとカメラにもずっと録画してみていたので、もう表情とか、ここを伸ばすとことかはすごくコピーできたんじゃないかなって自己満足なんですけど、すごく思ってます。どうでしたでしょうか、君は僕だ。ありがとうございます。イエイ。さて、そんなソロ曲なんですけども、実は、この後も、ちょっとだけ枠を伸ばしてもらうことになったので、なんかね、ちょっとずつソロとかね、ユニットとかやっていきたいなと思うので、はい、ちょっとサプライズな感じで、楽しんでやってくれたら嬉しいです。でも、先曲決めたからな、ちょっと温かい目で見てほしい。そう、見守ってください、皆さん、お父さんの気持ちで。そうなんです。私が10時に、スタジオ上入って、次の枠、伸ばせるっぽいけど、どうする？伸ばそっか、伸ばそうやって言い出して、そのまま曲決めた、行ったんで、ちょっとね、皆さん、父兄さん完備のような気持ちで、はい、見守っていただければと思います。楽しんでいきましょう。では、
でしたでしょうか。でしたでしょうか。まず日向さんのこの胸のメロディーで、バスモメさんでセブンティーン、そして私のソロ曲が渚のチェリーでした。イエイ、楽しかった。楽しかった。楽しかった。私らが楽しかった。こっちで見たかったよ、渚のチェリーが。どうしてもで、私も悪く見たかった。そう、渚のチェリー見たいって言ったら、いいよ行ってきて、おいでーってマイク渡してあげんで、MC で演出の仕方やばないステージから読み戻していく。でも全然良いですよ。でも、まあ、ステージ裏で、ダンダンちゃんの渚のチェリーってめっちゃワークって言って、そう、後ろでダンダンって言ってた。そう、動画撮って今さっきツイッターにあげました。で、ライブの動画が上がってるので、皆さんのツイッターを見てください。はい、じゃあそんなこんなわけで、告知のコーナーに行きましたね。はい、はい、じゃあまず私から、はい、この後パステルカプセルというユニットの方で出させていただくので、そちらもよかったら見に来てください。お願いします。はい、私も今日はソロ枠が2時何分ぐらい忘れた。ちょ、時間覚えるの苦手でしてね。わかる。ひなもちなみに覚えてないね。二人で、え、何時やっけ私らも、なんて告知しようって言いながら出て喋ってたら、ダンちゃんが呼びに来てくれました。はい、じゃ、何時か忘れた。え、何時ですか。私は2時40分。ありがとうございます。私は1時だそうです。はい、1時と2時40分、皆さんもう一回ね、はい、フロアの方に集合していただくという形でよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ、最後の告知なんですけども、私たち3人と、あと16人で、今劇場公演を作り上げているところなんですけど、僕の太陽っていうひまわり組が、2008年ぐらいにやっていた劇場公演をコピーします。10月の15日に住吉区民センターというところで、劇場公演のコピーを、じゃあね、すごく盛り上げて頑張っていこうと、今みんなで頑張っているので、よかったら、AKB がちょっとでも好きだったよとか、あ、僕の太陽とかビンゴ聞いたことあるなとか、
ちょっとでもいいので、興味持ってもらえたら、来てもらえたらすごく嬉しいです。私も初めての主催なんですけども、一生懸命頑張ってるので、よかったら来てください。よろしくお願いします。お願いします。ちなみに、もうすぐ、父発がされる予感。予感です。ドキドキ。なので、公式のツイッターもぜひフォローしておいてください。ということでですね。早いもので、ちゃんと5分一瞬のもので。最後の曲になっちゃいますね、はい。まあでも最後の曲はね、すごく可愛い曲で、みんな似合うなって思ってた曲なので、楽しんでもらえたら嬉しいなって思います。はい、お願いします。行きますか、はい、最後のユニット。楽しんでいきましょう。お会いしましょう。じゃあ、ありがとうございます。ありがとうございました。